Japanese Mount Fuji is one of the most beautiful mountains in the world. I love it so much. Traditional, big temples and shrines. So many splendid cultures in Japan.Those cultures, what I got most interested in is Shodo. Although its only writing Chinese character is truly art. Postures of those who do Shodo are also beautiful. My name is Debbie. I am longing for a Japanese traditional culture. So I found a job in Japan. However,In Hamamatsu, where I lived for my own post. There is no samurai or ninja. Oh my god, it's almost the same as in the USA. But Hamamatsu is a nice city with a beautiful lake. I met children who learn Shodo. Here we go. Here comes.Shodo girls. Sato, やっぱ間に合わないよ。無心子親友でしょ。違う。もう何でもいいから急ぐの。もう疲れた。疲れない。疲れた。疲れない。疲れた疲れた疲れた。電車乗れば新幹線間に合う。そう、よかったね。あ、書道大会こっち。タレントのひとみちゃん、プリンセスモデルオーディション出身、日本で一番有名なオーディション、大阪大会、それが明日。年齢制限あるから今年が最後の挑戦。でもそこでチャンスをつかむの。優勝は120番薩川美里さんです。ありがとうございます。無理だと思うけど。今何か言ったか。お前ら見せねえやろ。なんだぞ。なんだこれ。高校生はタバコ吸うたらあかん。出せ。はい、はい、はい、もうタバコなんか吸うな。すいませんでした。よし、兄貴、
組関係の方ですか。おお、2年2組や。は？かっこいい。関西弁だよ。暴力団だよ。あいつあ、電車来た。手紙じゃ。筆で書くといいだろ。ねえ、お姉ちゃんと同じ大学行きたいでしょ。お姉ちゃんはね、有名大学に合格できたから大手の企業に。有名企業に入れたんじゃよな。だからエリートのたけしさんと結婚できた。そうです。あ、しんこ、これもらっていいか。またコロッケだけ。しんこはいつまで口きかないのかな。知りません。おはよう。みーこ、みーこ、おはよう。おはよう。喧嘩したな。もう1年だよ。どっちの味方。小西夏実、はい、上田真希、墨田真子、はい、ダメだ。何やってる、はい、全然ダメだ。名前を呼ばれなくても順に取りに来る、はい、今の時代は勝ち組と負け組に分かれる。勝ち組というのはいい大学に入り有名企業に就職すること。それに対して負け組は惨めだぞ。会社はいつ倒産するか分からない。生活は大変だ。病気になったら辛いぞ。みんなには勝ち組になってもらいたい。そのためには勉強して成績を上げることだ。教科書35ページ、大化の改新。You know this article, don't you? Takuya, what do you think about it? 知らねえよ。別にって言っとけ。あ、別に。英語。あ、じゃなく、nothing。Nothing?This is maybe concerning your future. Okay, sit down. Sue, how about you? I have no idea. No idea? Why don't you have an opinion? This is a big crisis of your country. I think the manufacturing industry inAsian countries got ahead of Japan, and therefore, Japanese economy has become weak. That's the reason why. Thanks, Michiru. やっぱムカつく。 Okay. この間の暴力団。
聞いてると思うけど、入院中の京子先生の代わりに今日から現代部を担当することになった八代和樹や。よろしく頼むで。よし移動。よし注目。よしよし、うん、あれやろ、お前来て見てみ。エレキの音が聞こえてきそうですね。ええこと言うやんけ。八代先生、最初の授業ですね。校長ご存知ですよね。生徒を殴ってはいけないと注意されたら、どうや、おもろいやろ。みんなも書道やってみんか。うちの学校書道部ないよ。せやから俺が作った。みんなも書道やってみんか。みんな入ってくれな。なんだよ宣伝かよ。宣伝で悪いか。え、書道部なんてやだ。オーディションって部活をよく聞かれるの。みんなテニス部とか言うから、あえて地味な書道部にすれば印象に残るでしょ。知能班一緒に入部しよう。ほら、書道って超陰気臭いじゃん。This is Sumi, first pro. We do like this. I see. You make ink. Shadow is writing Chinese character name kanji. Kanji? But has philosophy in it. Oh.外国人ってバカだよね。ねえ、オーディションのため一週間だけ付き合って。内申書上がるよ。推薦入学もあるし。おお、どないしたん。本日入部します。
薩川美里です。先生のパフォーマンスで書道に興味を持ちました。で、こやつが住みた新子、おしんこの新子です。私はよし、入れ。他の部員も来てんぞ。飯島ミミコ、部員第1号や。あの子絶対喋んないんですよ。ほう、ミミコ、なかなかええやないか。What's happening, Hakamada sensei? ほら。We have shodo. 2年ぶりの復活かな。なんか書いてもらおうか。書道部入ったのに何も持たんと来たんか。しゃあないな。ほなら。これに好きな言葉書いてみ。ちゃんとした紙でなくていいの？かめへんかめへん。お手本は？そんなもんはいらん。好きに書いてみ。八代先生。なんや。書道は前衛芸術ではないので、段ボールに書くのは違うと思います。お手本見て半紙に書くんが書道やと決めつけてないか。子供らが書道専用になった背景、そこにあるような気がすんね。まずは楽しんで書くことを大切にしてもらいたいんや。なるほどね。美里は芸能人目指してるんか。当たり。大胆やけどほんまは繊細なんやな。なんでわかんの？ How did Yashiro sensei knows Misato's dream? A good calligrapher can feel the thought of those who write. Wow! 新子も書いてみ。お前の夢はないや。なるほど。大学受験に疑問を感じてる。当たり。そんなことない。あと新子は肩にはまってしもて、相手に思いを伝えることができへん。またまた大当たり。みちる、この学校も面白くなってきたな。 Yes。今週の第17位、ノーサレンダーの青い青い空でした。おい、しんこ、こっち来て一緒に食べんか。おいで。しかしね、これ、辞めさせられた人たちはどうするのかな。え？この時間誰かしら。お姉ちゃん、おかえり。どうした？
ょっと智子どうしたの。たけしリストラされた。でもたけしさんの会社一流でしょ。だったらこれか。たけしさんはショック受けて行方不明。子供はここで産む。ちょっと待って、ちゃんと説明しなさい。お母さんが悪いんだよ。ピアニストになりたいって中学の時言ったよね。でも我慢して有名企業入ってこのざま。慎子、この人の言いなりになってると人生棒に振るわよ。私の人生めっちゃめちゃ。智子、いい加減にしなさい。東京のお父さんに電話します。おい、ちょっと沢子さん。おい、お姉ちゃん。ちょっと、おい、沢子さん。ちょっと、事を荒立てないように言う。そんなことを荒立てては。一生懸命勉強したのに、意味なかった。新子のお手本だったのにね。一流大学出てもダメ。部活で内申あげても無意味だよね。書道部やめる。そう、大学なんて関係ない。コロッケコロッケ。大変なのよ今の高校生は。私もね、書道教室に通ってるのよ。時代は変わる？ボブ・ディランの歌。ブラジルのプロレスラーだよ。アメリカのフォークシンガー。よーし、今日は名前書こうか。芸名でもいい？自分の名前やない、友達の名前書くんや。友達の名前？何聞いてんねや、しんこ。ノーサ…サイレンサ？ノーサレンダー。バンドの名前。降参しないって意味。ノーリングストーンズは聞けへんのか。ジャンピングジャックフラッシュはええぞ。ジャガジャーン、ジャガジャーン、ジャガジャーンつって。できた。美里の友達はやっぱ新子か。単なる腐れ縁かも。新子、この字をどう思う？下手。書道にうまい下手はない。この字から何を感じる？別に。よし、みんなの名前をパソコンで印刷した。お前らが毎日やってる携帯メールと同じ字や。どう思う？パソコンの方が読みやすくて綺麗。美里の書いた字読みにくいけど、新子に対する思いが出てると思えへんか？照れるな。よし、ほなら校外学習見てみ。いろいろあるやろ。看板や。筆文字が溢れてるやろ。
当だ、書道で書かれてる。みんな筆文字。みんな気づかんうちに書道と生活してるんや。美里、あの店の看板見てどう思う？なんか上品な日本料理。シンコ、あれは焼肉を豪快に焼いてる感じ。なんでそう思うねん、写真も出てへんのに。字がそんな感じだから。あ、そういえば浜松祭りのタコも筆文字。その通りや、それぞれに町の個性感じるやろ。そうだよね、面白い。書道は個性や気持ちを伝える。さっき美里が書いてくれた信子という字、これも同じや。信子、いつもありがとう。ほんまに助けられてる、そういう気持ちを感じひんか。ま、助けてんのは私の方だけどね。八代先生、ロック好きなくせに古いものも好きだね。ハロー、ショドーガールズ。なんでミチルがいんの？デビーに頼まれたのよ。まあ、入れ入れ入れ。どうや、なかなかええやろ。ん、読めない。私はこっちの方がいい。なんでや。なんか悲しいけど温かいものがある。シンコは感じる力あるな。あと数年しか生きられへん書家が四季を懐かしんで書いた字や。おいえ、グッグッ。おしょさん。はい。I don't understand. Why Japanese young people don't have their opinions? Why are they about your traditional cultures? あのね、日本はね、あなたの国と戦争したかと、経済を立て直そうとして、メイドインジャパンのね、優秀なロボット人間を大量にね、育てたんだ。アメリカをお手本にしてね、テレビや車やカメラの優秀なコピーを作るためだ。いや、それはそれで大成功した。日本は経済大国になれたんだからね。 Yes, so Japanese children can't do what they are told it. But they have no personality. It almost like they have becomeCopy robot. That's right. That's right. うん。以前はね、それでもよかったんだ。だが時代が変わったんだ。ねえ、長い長い不況。こうなってくるとね、自分の考えを持たないコピーロボットではどうすることもできないんだよ。なのに、大人たちは未だにロボット教育を続けておるんだよ。うん、I am with you. Japanese education is far behind. そう、でもな。But I guess
There's hope out there. どうや、外で書くのもええやろ。よし、自分の一番好きな言葉書いてみ。男の名前とか何でもええ。何それ。進行、コロッケほんまに好きやろ。はい。好きな言葉を書くと心がこもるんや。そうかな。おしょ、ええでしょう。ああねえ、いいんじゃないですか。It's good. 素敵ですよ。気持ちが溢れる字はみんなわかるんや。ほら、しんこちゃん。あ、食堂のおばさん。いや、いいねこれ。もらっていいかい。はい、一個ね。はい、ありがとうございます。今日の特別美味しいですよ。何個にしますか。はいよ。パタパタしてるね。うん。新子が書いた字見てみんなコロッケ買ってるよ。はい、ありがとうございます。おいしい。すごい、慎吾見て。へえ、こんな書道があるんだ。ミュージカルみたい。浜松は書道が盛んな町なのに知らんかったんか。書のデモンストレーションは音楽に合わせて書く大事や。へえ。今年は浜松で2回目の大会もあるしな。本当だ。私たち出れないんですか。は？八代先生も前の学校で指導してたんだ。教えてよ。優勝目指して頑張る。大会に優勝も準優勝もない。書道で勝ち負けを決めるんは愚の骨頂や。もともと書道は自分と向かい合うためのもんや。それに対して書のデモンストレーションは団体でやる。自分だけでなく仲間とも向かい合わなあかん。みんなで揃って書くのって大変だよね。いや、シンクロナイズドスイミングみたいにみんなが同じ動きをする必要はない。ただ一人一人が個性的でありながらも統一感を出さなあかん。だったらできそう。大会は来月や。
時間もない。でもやってみたいです。わかった。やったあとデモンストレーションは5人以上で出場や。楽勝楽勝。1,2,3 3人しかいない。パソコンで作ったチラシ可愛いでしょ。入部したくなるね。よし、行動開始。おはようございます。ショボンです。書道部で一緒に青春しませんか。どうぞ。書道部です。書道部で一緒に青春しませんか。お願いします。お願いします。おはようございます。書道部です。お願いしま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 す。何だよ。お願いします。あ、お願いします。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 書道部はパソコンでチラシ作るの。あと、にじみが出る全紙も欲しいんやけど。じゃあ、いつもの構成杯単線でいいな。ああ、けど、カルタンにしてな。7年枯れがあるな。おお、2004年ものか。何言ってんだか分かんない。普通の紙と同じだよね。おい、お前、読んでみろ。バスケ見て、あの頃思う事故のこと。何なのこれ。浜松の隣町に住む杉浦幸太郎君15歳。その日バスケットボール部の練習は中止。自転車で家に戻ろうとした、その帰り道で車にはねられた。駆けつけたお母さんに医者はこう言った。命は取り留めても後遺症が残ります。覚悟してください。幸太郎君は両足が麻痺、左手も動かない。右手だけがかろうじて動かせる。でもコップを握ることができない。15歳にして一生歩け、走ることも自転車に乗ることもバスケットボールももうでけへん。一生寝たきりの生活や。幸太郎君はお母さんにこう言うた。生きていても意味がない。死にたい。殺してほしい。僕を殺してほしい。毎晩のようにそう繰り返した。その後幸太郎君は医者に勧められて俳句を作るようになった。ペンを持つことができへんからお母さんが書き留めた。その俳句を浜松の書家さんが言葉にしたんや。
ぜ僕は生きているの、なぜあの時命を失わなかったの。誰かその訳を教えてほしい。下の句はお母さんや、それはね、神様がね、まだこの子は死んではいけない、まだいっぱいたくさん楽しいことや勉強をやらせたいから、まだ生きていなければいけない。信子、これを読んでみ。お父さん、お母さんに謝りたい。僕が事故に遭って、僕が死にたいって言っていたことが申し訳ないと思う。僕が迷惑？僕は生きていていい？前には死にたいって言ったけど、今はもう全然思わない。生きていることに感謝したい。地球の中でただ一つの宝物、それは僕の家族。光太郎君はこんな風にして自分の気持ちを両親に伝えたんや。新人を探すんじゃなくて実力者をスカウトしよう。そして銀賞。アメリカ帰りなのにすごい。そしてミチルの上を行く金賞。天竜トンコじゃない、トーコ。でもなんで減量なの？どれが投稿？1年の時のクラスメート。いただきます。トンコ。トーコです。書道部入んない？トコ字うまいし。うん、書道はもう極めちゃったの。部屋中書状だらけ。いつもこの紙で書いてんの？さすがトコ、いい紙でしょ。たくさんもらったから練習でも使えって。書道ダイエットできないでしょ。
参考。瞳子です。太ってないよ。3年までにスリムになるって決めたの。大変だけど我慢我慢。書道できる生徒探してんだって。はい。拓也か。拓也すごい。まあね。炭の匂いがしない？パソコンで印刷したんだ。これって嫌がらせ？さいなだ。お客さんやぞ。瞳子？ハロー、書道ガールズの皆さん。やってますね。瞳子、来てくれたんだ。瞳子です。大会の特訓きついって聞いたけど。おお、めっちゃきついで。そういえば前の特訓で10キロも痩せたやつがおったな。本日より入部いたします、天竜瞳子です。よろしくね。痩せそう。太ってないって。メンバーあと一人。みちるは？絶対や。5人揃ったようやな。後ろ見てみ。一緒に大会行こう。たくや。書道って本当素晴らしいよね。よし、みんな揃ったか。ここ関山寺は昔から中国と書道の交流がある町や。書道部の合宿にはぴったりや。特訓開始！行くぞ！こうでないと。弱い乙女に腕立て100回もやらすか。
あ、なんでこんなとこにいんの？お前こそなんでいいんだよ。カエルもいいよね。グッドモーニングエブリバディ。We try to show a demonstration today. And we choose song of no surrender. ねえねえ、私が書くのここだよね。で、美里が…これって書道のつもり？みちる！久しぶり。トウコ、なんでこんな連中と？だからミチルは銀賞止まりなのよ。オーナー始めんで。はい。あ、八代先生。八代先生。おーおーおー、見ていけよ。ほな、行くぞ。よーい、スタート。みんな注目。合宿も今日で終わりやから話をする。みんなが扱ってる筆や、何の毛でできてるか知ってるか？さあ、羊の毛ですね。そうや、これは馬。これは
タヌキ。これはウサギ。本当だ、全然違う。これは鳥の羽で作った筆や。竹の筆もある。素材によって筆の特性も違う。繊細な字を書くためのもの、大胆な字に向いてるもの、それぞれに用途が違うんや。ギターと同じですね。カントリーソングならアコースティックギター、フロックならエレキギター。そうや、書道も同じや。筆ってみんな同じだと思ってた。例えばその鳥の羽の筆で、シンコ、なんか書いてみ。貸してみ。鳥の羽の筆はとても使いにくい。でもこの筆でしか書けへん文字がある。お前らと同じや。俺たちと。勉強ができる子でけへん子、走んのが早い子遅い子、進子には進子、美里には美里の良さがある。筆も人間も同じや。Thank you.
おお、やってるな。おお、受験には関係ないでしょ。一流大学出てもうちの旦那みたいになるんだよ。それでも三流大学を出るよりずっと安心。しんこ、公務員はどうじゃ。郵便局とか。しんこ、書道部はやめるのよ。何、何これおかしくありません。久しぶりやの、信仰が自分の気持ち伝えてきたのはな。くじけそうな時、すべて嫌になって逃げ出したい時が、その一歩を踏み出せば、私には断りなしか。校長と保護者の許可取ってますけど。これが書道か。受験に役立つこと保護者は望んでるんですよ。余計なことはしない方がいいぞ。2年前、書道部廃部にしたのは浜田先生なんすよ。 What? 書道 is good for kids! ノーサレンダーや。ノーサレンダー。誰にだってある伝えたいこと、ずっと胸の奥に押し込めていた気持ち。おう、コウタ。あ、兄ちゃん、おかえり。ただいま。学校楽しかった。うん。そっか。今なら言えるかな、ちょっと背伸びをやめて。兄ちゃん、もう告白したんだろ。は？クラスメイトのシンコだよ。コウタ、何の話かな。子供だな、出れなくてもいいぞ。お前先に帰ってろ。浮気はよくねえぞ。クラスメートだ。黙っててやるよ、男同士だからな。みちる、これ気持ち出てるかな。固定的なギャグ。シンコってそんなにいいかな。え、バレバレよ。みちる、八代先生が言うんだよ。書いた文字は命を持って相手に伝わるって。なあみちる、そうなんだろ。
しょ。あ、救急車呼んでくれた。昔から負けず嫌いだから。書道でトンコに勝てないしね。ルックスでも勝てないからかな。たくや、大会出れないじゃん。ダメなのに。メンバーあと一人か。なんで書道を始めたの？私のお母さん、有名大学に入る、有名企業に就職しろ、そればっかりな。お姉ちゃんの結婚相手、一流企業のサラリーマン。でもリストラされて行方不明。いつか言ったよね、書道部員募集するのになんでパソコンでビラ作るんだって。それって気持ちが伝わらないって意味だよね。みちるも書道好きだよね。これ私が書いた。下手だけど。私が書いた。失礼します。かけて。美里と塔子の親が受験に専念させたいと言ってきた。罪だ。世の中にはルールがある。誰もが我慢している。個性だ夢だなんてわがまま言ってるとみんなが迷惑する。友達を負け犬にしてもいいのか。
意志で書道部を辞めるって言うんだ。分かったな。行っていいぞ。隅田、友達のためだ。あとは書道部大会不参加の連絡。よし。赤山先生、やり方が汚いと思ってます？いいえ。辛くても黙って与えられたことを一生懸命する、その努力が日本を経済大国にしたんだ。時代は変わっても大切なことは同じだ。それを子供たちに教えるのが我々の仕事です。Excuse me. Sorry. Debbie. Pardon? 郵便局行くならこれも。 No problem. なんだって？成績悪いから補習受けろとか？マジ？当たり？書道部やめる。メンバー探そうよ。最初はオーディションのためだったけどさ、書道楽しいしさ。自分だけ勝手なことできないの？みんなと同じじゃないとダメなの。大切なのは自分らしさでしょ。書道の話じゃないの。新子どうしたの。美里は芸能人になるんでしょ。私の気持ちなんて分かんないよ。いいよ。年齢制限があんの。今年が最後なの。どうせダメだと分かってた。モデルは背が高くなきゃいけないし、もっと綺麗で可愛くないとダメなの。でも牛乳いっぱい飲んで頑張ったんだよ。シンコなら分かってくれると思ったよ。なんで書道をやめるんだ。親がバカだからよ。そんなこと言うもんじゃないよ。お前たちのことが心配なんじゃよ。あ、これで最後。
子、偉いわ。世の中はね、枠からはみ出たらダメ、負け組になるのよ。これで受験勉強に専念できるわね。何やってんの？しんこ、お母さんの言うこと聞いたらダメよ。ちょっと待って、ともこ、何、どうしたの？ちょっと待ちなさい。これ、ともこ、やらないかじゃ。浜松の言葉でのやってみようという意味じゃよ。やらまいか、やらまいかじゃ。大会に出てくれよ。拓也のせいだろ。トン君にも迷惑かけたね。私は大会なんて全然出たくなかったし、目的は痩せることだったから。だから陸上部に戻るね。ダイエット頑張んないと。久々の書道、楽しかった。
たよ。大会に出たいから、大会に出たい。やめないで、どんこちゃん、しんこちゃん、やめないで。みさとちゃん、やめないで。お願い、みんなやめないで。大会に行きたい。みんなで大きな文字書きたい。やめないで。それで、退部するつもりやったんか。浜子らしいやり方。俺のおかんや。おかん？お母さん？先生、まさか。子供の頃、おとんが死んだ。けど、おかんは書道の師範やったから、なんとか生活はできた。それで書道を始めたんだ。ここはもっと力強く。はい、もう一度。ちっちゃい頃からあの赤い墨で直されると腹立って腹立って、人格否定されるみたいでな。出なくても俺の人生否定されることばっか。父親もおれへんし、高校辞めて就職しようと思ってたんや。大学ぐらい行かせてあげる。そのぐらいの費用はお母さんが何とかします。けど大学行っても筋通らんことするやつってるとつい芝居手間。和樹、定額だなんて何考えてんの。どんな思いで大学行かせたと思ってるの。本当にもう。そんなおかんも心臓が立たって倒れた。病院行ったら無菌室や言われて、消毒薬で手洗わされて、白衣着せられて部屋に入った。医者に言われた。おかんはあと数年の命やと。けど俺には何にもできへん。
金もない仕事もないただの学生や。そこで気づいたんや、書道の勉強したらおかんは喜んでくれるかもしれん。大学に書道家というのがあって、そこに転入した。おかんの笑顔久々に見た。それが強制で教壇に立つという時になって、おかんはまた入院した。しっかりせよ、おかん。おかん、よし、バッテリー充電した、入れる。絶対に失敗すんな。友達に頼んで、俺が授業してるところビデオに撮っておかんに見せようと思った。今日から実習していただきます吉野先生です。お願いします。お前ら書道嫌いやろ。俺も嫌いやった。最悪やろ。俺も書道は嫌いやった。大嫌いやった。おかんにうるさく言われるほどにどんどん嫌いになった。けど書道もやってみるとおもろいや。本来の書道は綺麗な字を書くこととちゃう。書いた人の気持ちが出てるかどうかが大切なんや。ブルース・スプリングスティーンって知ってるか？ボーイン・ザ・ USA 歌ってた。お前らまだ生まれてないか。ほなマイケル・ジャクソンは？あ、スリラー知ってるやろ。こういうやつ。それが最初で最後になった。俺が教師になる前におかんは死んだ。ほんまはおかんに感謝してたんや。けど何も言えへんかった。気持ち伝えへんかった。あれがおかんの書いた最後の書や。人は気持ちを伝えなあかん。機会は何度もない。大切なんは一人一人の思いや自分らしい言葉や。それをちゃんと相手に伝えたら悲しい時代でも
小さな幸せは見つかるはずや。いや別に。あ、そうだ。八代左門会だって。なんで？浜港の18番。わざと殴らせて首？うわー怖い。私の笑顔もきっと誰かの青い青い空になる。他の保護者からも苦情が来てます。書道というより邪道ですね。綺麗な字を書くのが書道でしょう。有名大学に行かせるだけでいいんですか？今の時代ほんまに大切なことは何か、それを伝えるのが教師の仕事とちゃうんですか？校長先生、書道部活動停止にしていただけませんか？それがいい。校長、よろしいですね。では決定ということで。ちょっと待て浜子。体張っても子供たちを守る。どの口が言うんじゃ。待った待った待った、ちょっと、いや、それちょっと待ってろ。浜田先生、浜田先生、どうした？この間の返事に来ました。書道部をやめろって浜田先生に言われた件です。罪だ。よく考えて発言しろ。みんなに迷惑がかかってもいいのか？進行、皆さん何でもありません。進行、本当のことよ。進行、進行、進行。浜田先生、後で来なさい。私は書道部を辞めません。私の意思で大会に出ます。うちの母はゲロしたぜ。書道部辞めないと大学危ないって浜校に言われたってさ。机から降りろ。校長呼んで白黒つけようぜ。あいつら。八代先生、私書道部続けます。みんなで大会に行きたいの。いい加減にしろ。大会本部には出場しないと連絡済みだ。デビ先生、エンボー。 Oh yes。
から大人は嫌いなんだよ。いざと下がってろ。浜田先生ダメ。 Wait a minute. This one ですね。I forgot to send it, and we got this. 封筒出すの忘れたそうです。でも返事が来てるって言ってます。大会は五人揃わないと出られない。違うか。五人目はここにいます。高見沢。二年二組、高見沢満。今日書道部に入部しました。こちらをさようなら。浜田先生、あのね、そんなに急いで書道部配分にしなくても、どっちみち1ヶ月後にはなくなります。入院中の京子先生からね、昨日連絡があって、あと1ヶ月もすれば復帰できるそうですから。大会まであとちょうど1ヶ月、それが終われば八代先生はこの学校を去ります。そうすると書道を教える先生いなくなっちゃうわけだから、廃部にせざるを得ないとね。そういうわけだから、浜田先生、大会までやらせてあげましょうね。わかりました。よっしゃ、みんな練習や。先生、部室に戻って腕立て伏せ100回や。The event has finally come, which means that the last day with Yashiro-sensei has also come. However, Shinko and other students haven't completed the Shodo demonstration yet. あそこがお前らのステージや。先生、まもなく第2回浜松書道デモンストレーション大会が開催されます。その模様を会場で見たかったね。ここ浜松市教育文化会館から八代先生、最後の仕事ですね。誰もが席を立って出ていく。最低のデモンストレーションになるな、これは。それを音楽に。
書道コースによる浜松祭りをイメージした書のデモンストレーションです。浜松学芸高校書道科による演舞です。1ヶ月特訓したくらいじゃダメだよ。おい、新子。おじいちゃん、お姉ちゃん。お前の好きなコロッケじゃよ。この子に新子おばさんの活躍見せてあげなきゃ。あ、赤ちゃんか。触っていい？うん。みんなもいつか母親になるんじゃよな。その時に子供たちに何を伝えるのかな。今日の大会のこと話す。羽の筆は使いにくいけど、その筆でしか書けない文字があることを話したい。自分らしい文字を書くことが大事って伝える。私も大切なことを子供に伝えられる母親になりたい。お母さんは？え？そう。おじいちゃん。ほら。増えたのね。うん。社。おお、六角橋。お前のせいとか。そうや。今日の大会、おかんにも見せたかったな。あなたの息子さんですよ。技術はね、なかなかこいつらなかなかないからな、お前らな。
どの最後の仕事になるでしょうね。もうお前らに言うことは何もない。何か言ってよ先生。いなくなるんでしょ。本当の書道をもっと知りたいのに。それにたくさんの仲間ができたやないか。校長先生、他の先生たち、和尚も、新子の家族も。食堂のおばちゃん、書道道具屋の哲也さん、英語教師のデビーも、クラスメート、みんなお前らを応援してくれてる。なんで応援してくれるか分かるか。どうして。お前らが気持ち伝えたからや。職員室に乗り込んで主張したやろ。その思いが伝わったんや。真剣な気持ちが届いたんや。それが一番伝えたかったことや。俺の仕事はもう終わった。次の学校でも書道部作るかな。またマイケル・ジャクソンの話から始めんの。拓也、慎吾、何か言え。やらまいか。やらまいか。さて、浜松第二高校書道部は書道を始めて間もない生徒ばかりと聞きます。書のデモンストレーションの練習を始めて1ヶ月、未だに最後までやりきったことがないというので心配です。本日はどうでしょうか。くじけそうな時、すべて矢になって逃げ出した時が、君にだってある、そう私にだって。でもね、だから人はどこで取り合ってゆくの。悩んで迷ってうんと遠回り
じゃ育たない愛や絆がそっと支えてくれるから、夢を描いて行こう優しさで、涙を拭ったら私の近道じゃ育たない。
で、浜松第二高校書道部、最後までデモンストレーションをやりきりました。決して達筆とは言えませんが、思いがこもっていること強く感じられます。全員の息が合いながらも、部員それぞれの個性が出た演舞です。浜田君、これは書道部を続けないともったいないね。あいつら。でも顧問は。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、います。誰にだってある
くじけそうな時、すべて矢になって逃げ出したい時が、君にだってある、そう私にだって。でもね、だから人は手と手取り合ってゆくの、悩んで迷って、うんと遠回りに感じても、その一歩を踏み出せば、近道じゃ育たない愛や絆がそっと支えてくれるから、夢を描いてゆこう優しさで、涙を拭ったら、私の じゃない。